こんばんは。こんばんは。なんか私いつも気づいたら、こんばんはって言ってますよね。まあそうなんだけど、だいたい配信が夜だから、こんばんはになるんですけど。そうなんだけど。なんかたまにYouTube に私の配信の何録画的なものがなんか載ってたりして、ああ私だと思って見るんですけど、なんか大体私の配信の始まりが「こんばんは」「こんばんは」から始まるんで、いやみんなにはすごいなんか毎回同じような配信しちゃって。なんか申し訳ないなとか思いながら、でもなんか夜配信するから「こんばんは」以外ないかなって思いながら「お疲れ様です」とか言った方がいいかな。お疲れ様です。違う、なんかね、切り抜きとかじゃなくて、なんか私の配信の丸々を、丸々録画されたものをたまに YouTube でなんか見かけるんですよ。なんか STU の動画見てたりして、でそしたらなんか関連で自分のやつが、あれなんか私がいるって思ったら、自分の過去の配信でなんか上がってたりするんで、ちょっとあれ私こんな髪型してたっけみたいな感じで開くんですけど、その動画を。そしたら大体「こんばんは」って 気の抜けた挨拶、気の抜けるような挨拶をしてるので。なんか他にないかなーって思った今日この頃です。はい、こんばんは。ヨッシーさん、ユウさん、ベレッタさん、クジマサさん、ネットユリンさん、ひなたさん、ケンケンさん、ピーマンさん、カタカナのタカさん、トゥナカヒロさん、ベレッタさん、ギフトありがとう。ユキハさん、ズミーさん、ありがとう。ソリオさんもありがとう。今日めっちゃオレンジですね、リップが。今日もお疲れ様です。今日私間違えてさ、金曜日だと思って、花の金曜日なんかめっちゃ気合い入れてツイートしたんですけど、普通に木曜日でした。っていうのも私のお母さんが朝「今日金曜日じゃないよ」って LINE をしてくれて、 それで気づきました。あ、今日木曜日だと思って、それで気づきました。ふふふ。すなちさん、ハートありがとう。たっけんさん、プレゼントありがとうございます。ガッキーさん、プレゼントありがとう。マリトッツさん、ギフトありがとう。そうなんですよ。アンニョンさん、プレゼントありがとうございます。そうね、曜日感覚がなくなりますね。こんばんは。アイドルあるあるなんですか？ お、生誕って受け取った。ありがとうございます。みはひなさん、けいちさん、ゆうきさん、プレゼントありがとう。こんばんは。けいちさん、プレゼントありがとう。プレゼントたくさんありがとうございます。マリトッツさん、プレゼントありがとう。
あ、そういえば、昨日私配信で結構あダブルブッキングだってすごい落ち込んでたのを覚えていますか皆さん。まあ昨日ダブルブッキング予定が重なっちゃって、キャンセル料発生するかもって言ってたんですけど、なんかなんとかなりそうで良かったです。ちょっと本当にいつもお世話になってる方には本当にご迷惑ばかりおかけしてるんですけど、しかも今日なんかアロマオイルみたいなやつ、これよかったらあげるよって言われて、すごいご迷惑をおかけいたしました。でもなんとかなりそうでよかったです。そう、もう本当になんか結構私全くお仕事の予定とは関係なくって、 STU の活動とは関係のない、もう本当に自己都合なんですけど、その予定その予定がねちょっとかぶっちゃって、お仕事とね、それで昨日はどうなることやらって思ったんですけど、はい、なんかキャンセル料とかかかってくるとさ、またちょっと違うじゃないですか。なんかこんな無駄なことはないっていう、なんだろう、モヤモヤした気持ち。キャンセル料とか一番無駄じゃないですか、延滞料金とか。本当に好きじゃないんですよね。あつしさん、プレゼントありがとうございます。しなちさん、だるまありがとう。宮本さん、プレゼントありがとう。レフタさん、みとつさん、ありがとう。こんばんは。うん、でも今日もなんかなんだかんだいろいろあっちこっち行ったから髪の毛がもうボサボサですね。お化粧もしなかったし、こんばんは。まなぶんさん、くじまささん、ギフトありがとう。そう、参加できない、サービスも得られない、しかしお金は払う、こんな悔しいことないですよね。もう皆さんがそういうこと、皆さんにそういうことが起きた時は、私も一緒にもう本当に心の底からかわいそうにって共感できるので、何か悲しいことが、キャンセル料を払う悲しい出来事があれば言ってください。私も一緒に悲しみます。あなたの心の傷を癒してあげます。とうとう明日はクリスマスコンサートです。明日会場来る人、配信で見る人、ゆうすけさん、しんいちろうさん、くじまささん、プレゼントありがとう。どうでしょうか。おお、あれ、配信で見る勢が多いですね。配信で見る勢がなんか見たところ多い気がする。
藤正さんプレゼントありがとう。コミさん手袋ありがとう。鍋鍋さん、ゆうさん、ギフトありがとうございます。配信で見るぜ見るぜ見るぜ。今日は9時半ぐらいまでにしようかな。その後あれしてこれしてあれしてこれして、で、あ、そういえば明日の配信はですね、ちょっと6時10分から。朝苦手なんですけど、でも明日めちゃくちゃ遅くなりそうんでなりそうんでなりそうなので、夜じゃなくてもう朝に配信して、毎日配信だけ途切れないようにちょっと気をつけたいなって思って、朝配信もう超久々の朝配信をします。6時10分から15分ぐらいだけど、それをして、みんなおはよう、今日はクリスマスイブだよってやってお仕事の方は頑張ってねってやって、それからコンサートへ、コンサートを臨みます。クリスマスコンサート頑張ります。はいみかんさん、カタカナのタカさん、ズンミンさん、ギフトありがとうございます。シャンくんありがとう。ラジャこんばんは。家メガネさん、ギフトありがとう。タカさん、さやかさん、ギフトありがとう。昼は割と近い席ですが、夜は2階でした。お見送り、お見送り楽しみにしてます。おお、お見送りも確かあったと思います。こんばんは。たっけんさん、馬ありがとうございます。え、え、かわいい。なんですかこれ。クリスマスのリース。すご、なんかこれ何、リース。え、かわいい、ありがとうございます。え、ゴージャスえ、え、なんでなんで、ありがとう、すごいなんでなんでって理由を聞こうとする。え、ありがとうございます。どなたでしょう。くるみさん、ありがとう。ありがクリスマスタワータワー名前長い名前長い。
あれがクリスマスタワー、タワー、ありがとう。私が可愛いからやめてくださいよ、皆さん。口がお上手、何も出ませんよ。お、連続配信です。アヒルさんプレゼントありがとう。くるみ終わったらその中にふふふふふアダムとイブに誰かがなんとかドゥドゥドゥ、うんうん、歌詞違いますか？さっきまで見てたんですよ、リトチャーのクリスマスのコンサート。くるみさん、くるみさんありがとうございます。え、何があったんだろう。くるみさんありがとう。びっくりしました。びっくりしています。え、え、なんか あ、リトチャーじゃなくて、あ、チャートリか、そっか、なんかもう癖でリトチャーって言っちゃいます。びっくりスマス、ほんまにびっくりスマスです。なんか今から人生を終わらせに行くとかそういうのじゃないですよね。なんか私はなんかホラー映画とかそういうなんか怖い映画をさよく見るからさ、人生を終わらせる前に配信でなんかたまたまみたいなさ、なんかそういう、違うか、ありがとうございます。え、違う、いや、ちょっとさ、本当にごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、違いますよね、失礼しました。え、ありがとう。え、だってなんかいきなりすいません、怖いことを言っちゃいましたね。そう、なんか樹海、私のルームがさ、なんか樹海的なさ、ちょっといけないジョークを言っちゃいました。どうすればいい、そうだね、やめときます。そう、このこと言うのやめよう、よくない。樹海じゃないけど沼ではある、ありがとう。なんかさ、私のさ、私のことさ、あい、なんか樹海って言ったらさ、なんかちょっと怖いですよね。なんか沼もさ怖いけどさ、なんか沼に浸かる、沼から抜け出せない。さすがにさ言っちゃダメですよね。なんかあいこじは樹海だみたいな。さすがに
もう沼どころじゃない。愛個人沼。え、でもさ、沼以外にさ、ありますか？沼以外、愛個人沼、抜け出せないってことを表現、他の表現なんだろう。リボ払い。リボ払い、じゃあやめとこう。それもなんかリアルすぎて怖いですね。なんだろう。でもいい表現が思いつきませんね。抜け出せない。温泉とかどうですか？温泉、愛小路温泉。抜け出せない。なんか暖かくていい景色で、なかなか外になかなか上がれないっていう。愛小路温泉、沼だったらなんかあれじゃないですか、もうそのズボボボボボみたいな感じで、なんか足を引っ張られる、足を取られるみたいな感じじゃないですか。でもなんか温泉だったらなんかあったかいし、なんかまったりするし、なんかお酒飲めたりするとこもあるじゃないですか、温泉って。だからお猿さんも入りますよ。お猿さんも入るくらい温泉は素晴らしいじゃないですか。だから愛小路温泉でのぼせましょうっていう。愛小路温泉、沼じゃない、愛小路温泉。そう、なんかさ、リンコはさ、リンコ沼とかあるじゃないですか。だから私は愛小路温泉。なんかでも愛小路温泉ってちょっといい、恥ずかしいですね、言ってて。やめよう。ちょっとじゃあタワーのお礼をします。2021年12月23日
はい。じゃん。くるみさん、タワーありがとうございます。クリスマスイブイブですね。もらうプレゼントをもらう準備はできてますか？びっくりさせてごめん。明日のコンサート頑張ってね。え、いえいえ、全然頑張ります。ありがとうございます。ありがとう。ちょっとなんかリースを変えてみる。久しぶりに熊の絵を描きたいと思います。クマピピピ、なんかクマがなんかすごい体勢になってる。面白い。なんか腕どうしたってなってる。可愛いですか？ありがとう。くまちゃん可愛い、ありがとうございます。正座してる。もうちょっとうまく描けたよね。頑張ります。明日のコンサート
髪型どうしようかな。お団子、これでもいいし、ちょっとゆる巻きのこんな髪型でも可愛いかな。これ、この辺りかな、私やるとしたら。ポニーテールはちょっとね、しないと思うよね。明日の髪型です。悩んでます。それかちょっと後ろでこうするか、こんな感じだよね。最後まで悩み続ける。髪の毛巻くのは巻くけどね、ちょっと考えよう、考えとこう、明日の楽しみで。はい、よし、30分経ったので今日の配信は終わりたいと思います。しのっちさんハートありがとう、あおとかさん、かずきさんプレゼントありがとう、あんにゃんさんゆきありがとう、としやさん、くじまささん、りたよりんさんありがとう。はい、じゃあランキング読みます。13位ガッキーさん、12位こじさとさん、11位アンニョンさん、10位しのちさん、9位あおたかさん、8位ゆうさん、7位ズンミンさん、6位ソリオさん、5位ネッタウリンさん、4位カタカナのタカさん、3位くじまささん、2位ケイチさん、そして1位は今日たくさんありがとうございました、タワーくださってくるみさんでした。ありがとうございました。ありがとう。じゃあまた明日6時10分に会いましょう。バイバイ、おやすみ。